はい、ミングルファイ木村です。今日は3月の11日の月曜日ですね。先週の結果から見ていきたいと思います。じゃんと、1538位の、1500メダルゲットということになりました。まあワンチップ取れてましたからね、まあ3000以内で大丈夫だと思いましたけども、意外にですね1500位を切れなかったということなんですけども、選手のフレンドの皆さんの結果を見ていきたいと思います。はい、全体で10位、そしてチームで1位が21アンダーのヘイ・ガデルさんですね。おめでとうございます。単独ですね、素晴らしい。そして、20アンダーに、KS さん、TK タカさんの2名ですね。おめでとうございます。そして19アンダーにリリリンさん、ミトコさん、リョウドット CT さん、フーさんですね。おめでとうございます。続いて18アンダーにゴタさん、ファンキーさん、山本義孝さん、タクミン動画のおかげさん、お袋の肉じゃがさん、美味しそうですね、ヒトさん、佐々木まなみさん、ズンさん、HYO さん、キム兄さん、タクミさん、つかささん、ユッカさん、ドンレンジャーさん、ナバーロさん、マリアさん、サクさん、たまごうやさん、ビビさん、つるぎももたろうさん、ヒロジーさん、モゲラさんまでですね。おめでとうございます。続いて17アンダーにミスターエセイさん、ソワラさん、マイさん、ブンタロウさん、元バスケ部さん、ヤススさんまでですね。おめでとうございます。そして16アンダーにキョウさん、アマユミさん、リージョンソンさん、ナオキさん、シムーナさん、ゼットファーさん、ユズジージさん、ショコさん、ナノさん、山本かおりさん、コエリさん、アイルトンさん、タイガーさん、丘の上のヨウちゃんさん、そして私、そしてヒストリアさん、ヤマさん、ヨシオさん、サルゴルファープロさん、コウジさん、アさん、タツさんまでですね。はい、ということで16アンダーを取れないと3000位が切れなかった可能性が高いかなというところですね。まあ15アンダーでもボーナスポイントが高いとひょっとしたら3000位以内に入っていたのかもしれませんけども、まあ私のフレンドさんのね結果を見ているとワンチップ取れていないと厳しかったというような一週間ということですね。非常にね、先週のあのコースでワンチップ取れないと3000円切れないっていうね、まあそういう時代になってきたということです。さあ、今週はね、アクロポリスオープンということで、アクロポリスレガシーがコースですね。さあ、どんな3ホールが待ってるかをちょっとやっていきたいと思います。まずはアクティブスキルを使わずにね、やっていきたいと思います。うおー、最初がこのショートです。打ち上げですけども、あまり打ち上げはね、考えなくてもいい方、コースでしたね。さあ、打ち上げを見なくて良いけども、風はほんの少しということで。よし、じゃあスインした。うん、いいですね。こっから、落ちて、おぉ、ちょっと右に垂れましたけどもね。まあ、距離感は、まあ、まずまずですね。風も1メーターということでした。はい、最初のホールバーディーで、ございます。いやー、ワンチップないとね、もう3000以内も入れないっていうのはね、ちょっと前も、何か、動画の中で私言った気もするんですけどね。まあ、そんな時代になってきたと。いうことですよ。先週結局後半あんまりやれなかったんでね、ボーナスポイント稼ぎできなかったんですけども、1000切りをしようとすると、やっぱりもうワンチップ必要な、まあ、ことだったというのかなと思いますね。さあ、セカンドホールもショートですね。そしてこの難しいショートです。さあ、風がどうだ？ここもそんなに吹いてないですね。1、2メーターといったところでしょうか。あとはどこにね、落とすかです。このコース、ほんとよく使いますよね。マクロのショートって言ったら、やっぱり今、ここがね。うわぁ！ウサギが出た。うわぁ。最近なんかうまいこといかないんですね。こうなっちゃいますよね、ウサギが出ると。はい。ということで、非常にね、まあ練習で良かったですけどね。練習で良かったですけども、しっか
かりとね、ここはグリーンの上に乗せて、もちろんバーディー狙い。まあでもね、パーでもしょうがないっていうぐらいのコースですからね。いいですね。2回目はまあなんとか。でも距離まだ5メーター以上あります。さあ、これは、ほんの少しスライスかな。ほんの少しスライス。で、12センチ下げ。弱めにどうだ?おお、くるくる。なんとかね。OB バーティーで入りましたけど、やっぱボギーですもんね。ここで、一つ落としまして、イーブンということになりましたけども、まあ、予定ではバーディー、バーディーということで、最後のホールが、ロングが来るか、ミドルが来るか。まあ、ショート3連チャンってことはよっぽどないと思いますんでね。まあ、距離の短いミドルが来るか、イーグル狙いのロングが来るか、という感じだと思います。ということで、トータルおそらく4アンダー、または3アンダー、というのがね、物理的スコアになると思いますんでね。いやー、今週ショートということなんで、最初のホールでブレが分かったとしても、セカンドのあのね、難しいショート、だとね、三日月ショートだと、なかなか落としどころは難しいそうね。さあ、最後のホールは、ここはワンオンできるミドルだったな。ただ雨が降ってますね。さあ、距離がどうかですね。距離はどうだ?届きますが、雨ですからね。雨ですから、3、4パーダウンってことを考えて、風がね、押してくれますんで、フォローの風に乗ったとしても、でも届かない。パワーモードで、ちょうどいいのかな、みたいな感じですかね。さあ、パワーモードで、マックス打ちでいきます。どうだ?パワーモードのマックス打ちで風に押してもらって、雨のパワーダウンを補う。おお、強かった。強かったですね。まあ、練習ですからね。練習です。違う、弱い。雨でしたね。しかも今ちょっと左足上がりということで打ち上げでしたしね。弱いですわね。さあ、これを入れてバーディーか。どうだ?本当にいい加減にやってるっていうのがバレバレですけども。はい、ということで、これでイーブンで終わったってことか。そうですね。バーディー、ボギー、パーということで、トータルイーブンということで、最初のトライ終了です。まあ、こんなこともありますね。いいです。一番最初なんでね。さあ、どこでアクティブスキルをどう使うか。最初に、霊峰。次に霊峰で、最後に雨なんでね。風に乗せることもできないということも考えると、祝峰。霊峰祝峰という、まあ、パターンかなと。最後のホールでね、本当は霊峰を使えるとね、アンダーパーオンのボーナスポイントに、ブーストできますからね。はい、スカイちゃんでーす。そういう感じでね、やっていけたらなと思うんですけど、まあ、まず1回目は、霊峰祝峰でね、やっていきたいと思います。さあ、本日2回目の挑戦です。最初のショートは、7.8 ヤード打ち上げになってますけど、まあ、あんまり考えずに、あとは、バウンドしてからのね、傾き、転がりだけちょっとね、考えて今左にずらしまして、霊峰で狙っていきます。ほぼ旗と一緒ぐらいですね。よし、じゃあスインした。さあ、たればフォーミングです。どうでしょう。バウンドし右に行く。おお、入った。おおダイレクトホールインワンですね。雪村の大好きなピンショットじゃない。直接ね、カップインというこのホールインワン。出ちゃいましたね。うわ、初日から出ました。なんか最近初日からっていうのちょこちょこあります。何週間か前もね、バサッとかガシャっていうのもね、あったりとかしましたけど、最初のホールでホールインワン出してしまうと嬉しいんですが、次のセカンドホールがね、非常に怖いですね。まあさっきのね、ウサギとかはもう出さないつもりでやりますけども、グリーンの上でね、耐えてくれるかどうか、まあ耐えたとしてもどんだけ距離が残るかですよね。いやー、ちょっと緊張してきた。
だ最初のホールはでもホールインワン出せる方多いんじゃないかなという気がします。雪村でもね最初の初日から、出せていけましたからね。さあセカンドホール向かいます。さあここでしっかりとバーディーを取って、最後の雨ですからね油断はできないんですけど、まあ一番ここは難しいでしょうね。さあここも、予定通り0-4でやってきます。肩よりも気持ち弱いぐらいでジャスにした。さあ拍手は鳴っているがどこに止まるかです。うおー惜しい。あー止まって止まってるそんなにバックしなくてもいいと思うんだけどな。あのマウントがすごいんでしょうね。5.8m 入ったらすごい。マックスしどうだ。あ弱いか。登りきらなかったか。そうだね、パターのセッティングをパワーモードに切り替えなきゃいけなかったということですか。残念。はい、ということでね、最初のホールインワン、まあね、簡単にね、このセカンドのこのショートホールでバーディーをね、取るということがね、できないんですよね。まあこれはね、これまでのランキングトーナメントでも同じようなことをね、繰り返してきております。このショートの 100% の攻略法といいますか、間違いなくバーディーが取れるっていう方法なんて、なかなかね、私の技術では、とてもじゃないですけども、紹介できませんね。難しいですね。まあまたピンの位置にもよりけりなんでしょうね。今のピンの位置はまだマシな方なのかもしれないです。奥のピンの位置の方が、まあ比較的狙いやすいのかな。ホールインワンを一回出したことがありましたからね。ランキングトーナメントでも。なのでピンの奥の位置の方がまだいいですけども、手前とかね。まあ今の場所だって決して楽じゃない。ああいうバックの仕方しますからね、バウンド。なかなか難しいですよね。さあ、おお、2位に落ちてしまいましたね。ホールインワン取った男なんですが。さあ、最後のホールインワン開催です。さあ、ここで祝砲で、さあ、ちょっと距離感がわからん。角度をもう少し右で。距離感ですよね。ほんの少し強く打てばいいような気がします。さあ、どうでしょう。よし、ジャスにした。5ヤード下げてますけども、もう強めに今打ったんですが、どうでしょうかね。それでもちょっと強かったか。まあ、まずまずですね。練習もしない状態で、最初の祝砲での、まあ、距離感。さあ、このスライス、しっかりとね、入れていきたいと思います。25から30センチぐらい上げを計算して、どうだ。よし、ちょっと強かったぐらいですけども、カップ真ん中からね、入れましたんで、よかったです。さあ、ということで、これで4アンダーは取れました。物理的スコアです。まあ、ホールインワンを最初に取ってますが、セカンドで落としたということで、まあ、物理的スコアの4アンダーということです。トータル12アンダーが今週の物理的スコアになりますけどもね。まあ、回数をこなせば、12アンダーはね、取っていけると思います。ボーナスポイントが、まあ、どうでしょうかね。まあ、6万はまず超えていかないと話にならないのかなっていうところだと思いますけども、まあ、でもワンチップしないと3000以内に入れないっていうね、先週の状況も考えると、今週も、まあ今日いきなりね、ホールインワン出してしまったんですけどね。さあ、ベストドライブ等々入りまして、お、1位で終了ですね。さあ、なんとか1位にはなれまして、ボーナスポイントどうでしょうかね。はい、お疲れちゃんです。18,212 ということですね。はい、まあ、ということで2回ね、やってみましたけども、まあ、今回はもう回数をこなさないといけないなっていう週ですよね。まあ、その中で、私みたいにね、ホールインを出せても、結局残りの2ホールとかでね、落とさないようにしなきゃいけないっていうことなんで、まあ、回数が必要なのかなっていう週じゃないかなと思います。さあ、今週もね、楽しんでね、ランキングタイムとやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。